私はオカマやあ、僕の名前は浜田智博。夜ちょっと来てる回だけのフリーターの23歳でさ。好きなあれは太陽系。好きな言葉はチンジャオロース。平日14時から16時はいつもミヤネ屋を見ているよ。昔からお調子者でクラスのムードメーカー。自分で言うのもなんだけど、クラスの人気者だったんだ。でも、家ではおとなしいクールなキャラを演じている。タバコを吸っていることすら、親には内緒なんだぜ。今日初めて僕のことを見る人がびっくりしないように、少しだけ事の成り行きを説明するね。去年の7月14日、僕のやっていたブリーデストってバンドのボーカル、高橋一平の主催イベントで、反強制的に僕のソロライブが組まれたんだ。すべての始まりは、ここから。僕はドラムだから、フロントマンなんてやったことないのに、いきなりステージに一人で立ったんだ。ひどい話でしょ？やるからには頑張っていろいろ考えなきゃって悩んで、本番はスカイハイっていう白鳥の衣装を着て、君が代やおっぱいがいっぱいっていう曲を歌ったんだ。僕としては失敗して、やっぱりソロなんてできないんだよってなることを期待してたんだけど、結果、大成功。客の受けを見てまずいまずいと心の中で思いつつも、ただただ頑張っていたら、ライブ後も反響が良くて、その日のうちにライブハウスのスタッフと一平が勝手にワンマンライブを決めてしまったんだ。でも、そのワンマンライブの1週間前にインフルエンザにかかっちゃってもう大変。ただでさえ準備をほとんどしていなかったのに、さらに何もできなくて、2時間近くのステージはほぼアドリブ。病み上がりだから立っているのも辛い。もう最悪だったよ。そのワンマンライブの後にいろいろあってね。ここからは回想で行くね。それは数ヶ月前のことだった。お疲れさんです。お疲れさんです。あ、お疲れちゃん。いやー、盛り上がりなのによう頑張ったわ。いや、少なかったし、今度歌うとはなかったから。あ、んなもんっしょ。いやー、盛り上がりに頑張ったわ。なんだなんだ、空が暗くなってきたぞ。どうしたんだ。鎌田智博。誰だ。私は神様だ。神様。神様がどうしてここに。神様、自分のこと神様って言うの。神様の人生は神様でいいんじゃ。そのことよりさっきのライブ見ていたぞ。わしはこの日をとても楽しみにしていたんだ。それがどうだ。せっかくトニーさんが提供してくれた歌は歌わない。喋りはグダグダ。衣装も前回と違う衣装着てわしらをびっくりさせてくれるのかと思いきや、前回と同じ衣装で賑わった。おまけに客もいないから2万ちょいの赤字のイベントになったではないか。いや、でも自分的には頑張ったつもりで。やかましい。言い訳ばっかりしようって。貴様には罰を与える。そんな、病み上がりで頑張ったのにひどいじゃないですか。えい、仕事は済んでない。ごめんなさい。さあ、黙って罰を受け、一から出直すのだ。うWow.
ここにいたはずなのに。うわ、なんだ、全身黒いぞ。うわ、クマモンになってる。なんで熊本のことしてる。弟が熊本の大学に行ったから。そういえばさっき神様が罰を与えるって。うわ、スカイハイ。ひどい、なんでこんなことするんだ。反応は確かにひどかったもんな。あれは罰が当たって当然だ。でもさ、俺鎌田智弘としての活動の方向性が全然わかんないんだよね。映画さ、俺プロデューサーって張り切って言ってるけど、結局俺は何をすればいいんだろう。アイドル路線狙ってるみたいだけど。アイドルといえば、最近ももクロとエビチュにめっちゃハマってるんだよね。エビチュっていうのは私立恵比寿中学って言って、ももクロの妹分のアイドル、平均年齢が13歳くらいのロリコンの俺にはたまらないグループ。逆に俺熟女とか人妻とかそういうのマジ無理なんだけどね。入れ気づいたババアとか見るとマジ腹立ってしょうがない。でもね、ロリコンとか関係なしに、ももクロもエビチュも曲とかめっちゃ好きなんだよ。特にももクロとかメンバー全員それぞれ個性があって、みんな頑張っててすごくかっこいいんだよ。あ、そういうことか。俺に足らなかったのはそういうところだったんだ。一回成功したからって調子に乗って準備サボって、なんとかなるっしょって適当に過ごしてたな。でもあんな風に頑張っていかなきゃいけないな。大切なことを思い出せたわ。ありがとう、花子、しおり、アーリン、アカリン、エリン、モモカ。君たちの歌を歌わせてくれ。そして鎌田智弘にパワーを。曲の前に
注意事項があります。まず皆さん、旅手と下手の壁に寄ってください。そして鎌田智弘の合図と同時にぶつかっていただきます。そしてサビは鎌田智弘と同じ動きでサークル模試を行ってください。繰り返します。まず皆さん、上手と下手の壁に寄ってください。そして鎌田智弘の合図と同時にぶつかっていただきます。そしてサビは鎌田智弘と同じ動きでサークル模試を行ってください。皆さんの出来が悪いと鎌田智弘がフロアに降りて大変危険です。もう一度言います。鎌田智弘がフロアに降りて大変危険です。どうかご了承ください。それではお聞きください。鎌田智弘でココナッツ。どこそこあそこ見つからないぜ。パパイヤマンゴーココナッツ。いちご味ベロを出したらなんかがある。パソナッツ水木賞ダダダダダダダ。ココナッツイエイ。夏休みに燃えてるお日様
流していいの次流していいの3部いくよ。もしもし。お疲れ様、神様じゃ。あ、お疲れ様です。なかなかではないか。楽しませてもらったぞ。そうですか、ありがとうございます。神様、僕分かったんだ。大事なことを忘れてました。なんていうか、はっきり言って笑いを舐めてました。ほう。とりあえず個人情報を公開したり、服を脱いだり、適当に大声を出したり、そういったことをやればウケるみたいな、そんな風に考えてました。でも実際は人を笑わされるってとても大変なことなんですね。それに気づかせてくれたのは桃色クローバーのメンバーたちでした。桃黒の子供祭りだよ全員集合の DVD は圧巻です。彼女たちの人気の秘密、僕がハマっている理由が分かった気がしました。あ、え、ごめん、え、え、ももクロって何アニメ、え、あ、すいません。桃色クローバーっていうのは、桃田香菜子、玉井詩織、早見あかり、佐々木彩香、有安桃香、高木レニの6人による週末ヒロインのことで、現在はあかりんこと早見あかりが脱退して5人で桃色クローバー Z として活動しているアイドルのことです。ほう、つまりおっぱいがいっぱいということじゃない。そういうことです。あ、神様。ともひろ。神様、恩に切ります。僕にリベンジさせてくれるということですね。いいってことよ。7月14のライブの時の気持ちを思い出せ。歌詞など覚えておらんくてよい。全力で歌い切るのじゃ。はい、神様。さあ、客が待っておる。早く始めんかい。わかりました。おっぱい。おい、てめえら何おっぱいだ。1おっぱい、2おっぱい、3おっぱい、4おっぱい、おっぱいがいっぱい。僕が飲んで妹も飲んだのに、つったく
いましょう。終わりです終わり決めてなかった